山田元子と申します。今日は皆さんに福祉は面白いというテーマでお話をさせていただきます。ぜひ私の話が終わった後に福祉って面白いんだなって思っていただけたら嬉しいです。で、皆さん福祉と聞いてどんなイメージをお持ちですか？まあ、今ですとやはり介護ですとか、まあ、ボランティアという言葉を浮かぶ方もいらっしゃると思いますし、まあ、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉なんていうのもあります。私は27歳で、まあ、今私テレビディレクターという仕事をしているんですけれども、27歳で福祉の現場で取材をするようになるまで全く福祉とは接点のない生活をしていました。まあ、普通そういう福祉分野の取材をするっていうディレクターさんや記者さんがいたとしたら、例えば大学時代にちょっと勉強していましたとか、あるいは高校時代にボランティアを経験しましたっていう方がいるんですけれども、私は一切何もないところから27歳で取材をするようになりました。じゃあなぜそれまで接点がなかったんだろう。で、接点がないばかりか、私避けていた自分がいたんですね。で、それはなぜかをちょっと考えてみました。それは小学校時代に答えがありました。私が通った小学校には養護学級があったようなんですね。で、あったようだというのは、実はその6年間でその障害がある子どもたちと一緒に学んだり遊んだり運動会に参加したりっていう記憶が一切ないんです。しかも教室に戻った時に担任の先生が、まあ、例えば宿題を忘れたりちょっといたずらをする子がいたりしたら、ほらお前ら養護学級やるぞ、まあ、今思えばちょっとひどいんじゃないっていう言葉なんですが、当時はまだ教師ですらそうした言葉を特別な差別意識を持たずして口にしていた時代でした。まあ、子供だった私たちはそういった言葉をストーンと飲み込んで、ドドーンとあっという間に大きな心の壁、偏見の壁というのを築いてしまっていたんですね。なので私は27歳までむしろその壁を避けるように歩いてきました。それが27歳の時に転機が訪れます。1995年、私は NHK 札幌放送局でリポーターとして働いて1年が経っていました。ある日の夕方、それは突然訪れました。横山やすによく似たアナウンス当格が夕方やってきたんです。お、山田ちょっとごめんなさい、なんか飲み会の誘いかななんて思って行きましたですね。あ、お前ちょっと福祉リポーターやってくれや。その瞬間ですね、出会いで。ちょっと時代の背景を説明させていただくと、これ65歳以上の方が人口に占める割合、高齢化率 のグラフなんですけれども、この1995年ですでに 14.6% です。で、下のちょっと下の解説を見ていただくと分かる通り、 7% 以上でさらに伸びている状態が高齢化社会、そして 14% になった段階ですでに高齢社会と呼ばれるようになります。もう95年の段階で超えてるんですね、日本は。で、ちなみに今年は、まあ、これ去年の数字なので、推計になるんですけども 26.8%、 なのですでに高齢化という、こう途中ではなくてもう高齢社会、立派な高齢社会になっています。まあ、そしてそれまで福祉というものは国が施すものだと、それが、まあ、2000年に介護保険が、まあ、実施されるのに合わせてもうすでに準備が始まっていて、それぞれの権利が地域、地方に移譲されていたんですね。じゃあその地方それぞれで行われる最新の福祉情報をリポートとして上げてもらおうとして、 NHK 厚生文化事業団が作ったのが福祉リポーター制度でした。私はその矢に当たっております。しかしその当時の私はさっきお話した通り、もう福祉なんて全く意味のない人生で、福祉、ボランティア、意味の違いもわからない。困った私は何とかしてこの北海道社会福祉協議会というなんとなく福祉に詳しそうな団体のがあることを探し出しました。そして代表番号に電話をかけました。すいません、今だったらこうですよね。すいません、私はですね、これから福祉の取材をしなきゃいけないんですけれども、どこに何をしに行ったらいいでしょうかっていう、今にして思えば無知丸出しの本当に恥ずかしい電話をかけました。しかしそこに神様がいた。その神様が、山田さん、机の前にいて何を取材しようか探すなんてそれ無理だから、今週末にちょっと面白い介護講座があるから受けに行きます。もうわらをもすがる思いというのはまさにそういう思いです。そして私はその講座を受けに行きました。その時に講師としていらしてたのがこの三好春樹さんです。
三好春樹さん、この当時すでにカリスマ理学療法士として全国を飛び回っていらっしゃいました。理学療法士というのは皆さんご存知の通り、リハビリを専門に扱うフィジカルの部分のお医者さんのことです。三好さん、かなりアグレッシブな方で、すでにこの時チューブ外し学会、おむつ外し学会なんていうのをやってらっしゃいました。なぜかというと、実は当時介護という言葉はまだとっても新しい分野だったんですね。実はそれまでは看護、医療の延長で行われていました。医療というのは治ることを前提に施されるものです。ですからその病院の施設というのは治療を施すのに都合がいいようにできているんですね。例えばベッドです。ベッドは今でこそ高さが変わります。しかしその当時のベッドは高いままだった。そうするとそこに足腰弱ったお年寄りが乗せられてしまうと、おっかなくて降りれないんです。しかもトイレに行きたくても間に合わないんです。そして粗相をしてしまっておむつをつけられてしまう。で、人間排泄がうまく回らなくなると食欲もなくなります。そして経管栄養チューブがつかない。そしてたくさんのお年寄りがあっという間に寝たきりになっていきました。その問題を解決するのは何か。三好さんがやったのはベッドの足を切るということでした。ベッドの足を切ることでお年寄りが自由に歩き回れるようになる。それだけで寝たきりを防ぐことができる。三好さんの講座というのは、フィジカルのお医者さんだけありません。実は実技もたくさんありまして、それは、例えば看護師さんたちがいかに少ない力で大きなおじいさんたちの寝返りを打たせるか、あるいは車椅子からベッドにこう移乗するときに腰を使って持ち上げちゃって、その当時腰痛で働けなくなる看護師さん続出してたんですね。それを太ももの筋肉を使って持ち上げて移乗するって、そういう実技をメインにした講座でもあったわけですね。だからそこでたくさん目の前で寝たきりになるお年寄りを見ている看護師さんたちがこぞってたくさん参加されていました。その皆さんに三好さんがかけた言葉、私忘れられません。皆さん、日頃でも大変な仕事の中で貴重なこのお休みを使ってこの自分の講座を受けに来てくださってるでしょ。そして決して安くはない受講料を自腹で切っていらっしゃってる。そんな皆さんきっと職場で浮いてるでしょ。そうすると会場からドーッと笑いが起きた。ああそういう方多いんだなって思いました。中には三好の講座なんか受けちゃいかんっていう病院もあるのも僕は知っています。でも皆さん安心してください。皆さんが浮いているのではなく周りが沈んでいるのです。なるほど。三好さんの講座を私が福祉の取材の玄関口で受けることができた。福祉は倫理ではなく論理、そして本質に基づくものである。そして命を守るものが医療なのであれば、福祉は生活を守るものです。もし皆さんが70、80になって何かしらの病気あるいは障害を得て、あっさり今自分としての生活を諦められますか。何かそれまでとは違う方法であったとしても、やはり寝て食べて、そして自分の好きな場所に出かけ、そして要するに働く、そういうことをやっぱり続けたいと思いますよね。それをサポートするのが福祉という分野です。こう聞きますと福祉は面白いというなんかすごいことのものように思ってこられたかと思うんですが、私はその三好さんの講座のおかげで福祉というものは毎日の生活の延長線上にあるものだ、それが分かっても本当に福祉の取材にのめり込みました。まさに放送局の名刺というのはパスポート代わりです。どこに行ってもいろんなお話を伺いました。それはそれぞれの実体験に基づいた切実な声だったり、もっとこうすれば社会は良くなるよというお話だったり、そうしたのめり込んだネタをもとにですね、私は、一つの転機、1999年に NHK から UHB という北海道文化放送というフジテレビ系列の民放に移ったのを機に番組提案をしました。 NHK ではできないこんな番組やりたい、そんな番組でした。それがこちら、ユニバーサルデザインリポーター石井ちゃんと行くという番組です。当時福祉のテレビ番組というと障害や病気を超えて頑張ってるっていうちょっと感動ドキュメンタリー的な内容のものか、あるいはこう差別や偏見を糾弾して、そう改善を訴えかけるような社会派のニュース
どちらかしかない、そんな時代にちょっとこれ異色の番組でした。この石井さんというとってもユニークなキャラクターの楽しいリポーターさんの性格を借りてですね、彼女と一緒に番組を作りました。楽しく、分かりやすく、そして一口サイズ。CM に挟まれた番組と番組の間に2分という短い時間で放送し続けました。まあ、例えばどんな番組だったかちょっとご紹介しますよね。車椅子駐車場に停めてはいけない理由、皆さん明確に説明することができるでしょうか。これね、倫理に訴え、止めちゃいけないの分かってますよねっていう倫理に訴えかけちゃったら、ドーンと壁にぶち当たります。やっぱり自分もちょっと具合悪いときに、入り口に近い車椅子駐車場、とても魅力です。雨降ってる日に遠くしか空いてなかったら、まあ、ちょっと豆腐一丁買う間だったらいいかって思っちゃいます。でも、こういうふうに説明したらどうでしょうか。さあ、石井ちゃん、一般の駐車場の幅を測っております。2.5 メートルありました。そして、車椅子駐車場を測ると 3.5 メートルです。その差1メートル。この幅、何が違うのかご存知ですか。実はというところで、車椅子ドライバーさんが実際に車から車椅子に乗り移るところを映像で見せます。このようにドアを全開にしないと乗り降りすることができないんですよ。じゃあもし一般の駐車場に、結局ここが使われていて一般の駐車場に止めることが止めるしかなかった場合どうなるかというと、隣のドライバーさんが戻ってくるのを待つしかなかったり、あるいは他の人に自分の車を出してもらうしか方法がないわけです。で、実際に私の友人で車椅子の人が病院に行った時に1時間真冬外で待ってたことがあったそうです。これを聞いたら、やっぱちょっと雨の日であってもここは止めちゃいけないなってなんか思いませんか。包み隠さない情報、これも私は障害がある当事者の皆さんから教わった説明の方法なんです。それはまるではしごを外されるようなものなんだよ、そう教わりました。そして日本 UD 話、石井さんはとても芝居上手な方でして、今回はこの度はおばあちゃんになってもらって昔語り風に、ご紹介をしたんですが、これは実はちょっと東北であった実話を昔語り風に演出してあります。ある村に古い村役場があったとさ。玄関には階段、そして扉は重かった。村人たちは玄関をまず自動にしてほしい、自動ドアにしてほしい、そしてスロープをつけてほしいと言いましたけれども、村は大層貧乏ですることができなかった。しかし村役場に働くある若い男の思いつきで20分30分ぐらいで見事解決してしまいました。さあ皆さん、これどうしたと思いますか。答えは簡単なんです。廊下向きだった机を窓向きに変えたんです。すると、役場にやってくる人たちの姿がよーく見えるようになりました。足の悪いおばあちゃん来たなと思ったら、職員の人が出てって、扉を開けます。自動扉。そして、手を引きながら、今日暑いね、おじいちゃん。膝のあれどうって会話をしながら上がったりします。ベビーカーの人が来てもそうです。これすごく心地のいいサービスですよね。で、実はこの後、実話として、予算が下りて、さあ工事しますよって、言ったそうなんですが、村の人たち、いやもういいよ別に手貸してくれるから、人間のサービスは非常に心地がいい。まあもちろんこういったサービスをどの規模の町でもできるかというと、それはその正しい、そこが当てはまる町と当てはまらない町があると思います。しかし障害がある友人が教えてくれたのは、健常者の皆さんは 100% 100点を目指しすぎないかい。要するに全部工事をしてフラットにする、スロープにする、自動扉にする、それは福祉で、それが障害のある人のためのものだ、100点を目指さなきゃいけないって思いすぎてないかい。でもね、マンパワーでこうやって賄う65点があったっていいんだよ。要は福祉というのは人を置き去りにしないことに学びました。この本番は方法は代表版となってっていう、まあ、オチがここでつきます。でこうした起点も立派な UD じゃということで、ちょっとこのユニバーサルデザインについてご説明したいんですが、それまでバリアフリーという言葉が一般的でした。バリアフリーという言葉は、まあ、階段であったり段差であったり、こう急な坂道であったりですね、まあ、そうしたものを困難に感じる人のためになくしましょう、フリーにしましょう、要は段差があることを前提としている考え方。それに対してユニバーサルデザインというのは、これから建てる建物の
その施設に対してどんな方たちが使うだろうというのを先に考える。で、車椅子の方がいる、台車で荷物を運ぶ人もいるだろう、ベビーカーの方もいるだろうとしたときに、じゃあそこの玄関の形はフラットがいいのか、階段の横にスロープをつけるのがいいのかというのを検討して、誰もが使える形に最初から作っておくというのがユニバーサルデザインという考え方です。だから国民層当事者。なのでこの番組のテーマをユニバーサルデザインにしました。最後です。どっちが先という放送回。これ最終回から2回目の放送だったんですけれども、実は今この車椅子の佐藤君が雪道にはまってしまって動けなくなっております。そんなところに石井さんが通りかかるんですが、まあ、日本人なかなかどうしましたお手伝いしましょうかと声がかけづらいですね。これ日本人独特の倫理観もあると思います。なんか差し出がましいんじゃないだろうか、いやいやお世話になっちゃう申し訳ないんじゃないか、そういうお互いの気持ちがこう重っぱかるあまりに沈黙の時間が長くなっている。じゃあどっちが先に SOS を先に言ったらいいのか、石井からでしょうか、それとも佐藤君からでしょうか。その答えはあなた気づいたあなたからとりあえず声かけちゃってください。そしてもしあ結構ですって断られたら、あそれじゃあお気をつけて爽やかに、それでいいんです。まあ、こんな感じでいろんな障害当事者の方たちにお話を伺いながら13年間で635本番組を作らせていただきました。本当に感謝しかありません。まあ惜しまれてですね、ちょっと自分で言っちゃいますけど、去年ですね3月にこの番組は終了しましたが、本当にたくさんの皆さんにご協力いただきました。さあ福祉は面白いという話に戻しましょう。どうしても福祉と言いますと、まあ、皆さん何かが体にご不自由がある方、そして障害がある方に対して何かして差し上げることというふうに思っていませんか。あそして皆さんの心の中にもしかして私が子どもの時、小学校の時に作ってしまったのと同じ壁があるのかもしれません。もしその壁があるなって思ったら、その壁いきなり壊してっていうふうには言いません。痛いですから。でもそれがもしレンガでできた壁なのだとしたら、そのレンガの一ブロックだけスポッと抜いて、ちょっとその先をぜひ覗いてみてください。そうするとその先には70、80になって自分の生活を諦めたくないと思う自分と同じように、もうそのパイオニアとして経験してくださっている当事者の皆さんが生活している姿が見えてきて、その生活する姿が見えてきたら、これから私たちが突入していくであろう高齢社会のヒントであったり設計図がそこにも見えてくるはずです。そして皆さんの心から壁がなくなっていったときに、町からもまた壁はなくなっていくんじゃないでしょうか。皆さんでそのみんなの地を、地の宝庫である福祉を使ってユニバーサルデザインの街づくりをしていきませんか。壁を越えて。ご清聴ありがとうございました。